冬の花壇に何も植えてないので菊芋を入れておきました。菊芋をスライスして、ほら菊芋出てきた。これを洗ってきんぴらにしたりスライスにします。水につけておいた菊芋、少し泥が落ちました。これからこういうところについている泥を落としていきたいと思います。周りがポコポコして芽の出す準備ができている感じです。スライスした菊芋を今度はこうやって干します。